なんか日銀、黒田総裁の発言に批判が殺到してるみたい。日銀、黒田総裁が何を言ったのか。それは、コロナ禍で強制貯蓄、家計が値上げを受け入れていると発言しちゃってるんだよ。では、詳細な報道内容を見てみて。6月6日、都内で開催された共同通信きさらぎ会の講演における日本銀行黒田晴彦総裁の発言が波紋を呼んでいる。黒田総裁は、日本経済が新型コロナウイルス禍から回復途上にあるということを理由に挙げ、金融引き締めを行う状況には全くない、と述べたという。家計が値上げを受け入れている間に、良好なマクロ経済環境をできるだけ維持し、賃金の本格上昇につなげていけるかが当面のポイントだ。家計が値上げを受け入れ始めた背景としては、一つの仮説とした上で、新型コロナウイルス化の行動制限による強制貯蓄が関係していると指摘を述べていた。現在日本では原油をはじめ、電気、ガス、食料品など生活に関わるものが続々と値上げされている。また、小麦製品は今年1月に最大 13% 値上げしたにもかかわらず、7月から再びパンやパスタなどが値上げされる事態に。そんな状況にもかかわらず、家計が値上げを受け入れているという黒田総裁の発言に、ツイッターでは、値上げ受け入れてませんというハッシュタグがトレンド入りするなど、批判が殺到。さらに、こんな怒りの声も。は、マジで世間知らず。誰が受け入れてんだよ。強制されてるんやろが。何言ってんだこの人。日銀総裁何年やってるんだよ。その間の景気悪化の責任取りなよ。日銀総裁さん。手取り月給20万円で1年間生活してみてから言ってくれない？値上げラッシュが続くも、給料が上がらない日本の現状を自分の目で見て確かめてほしいものだ。日銀、黒田総裁。めっちゃずれてない。一体誰が値上げを受け入れているわけ？様々なものが値上がりし、みんなシクハックしてるんだよ。そもそも黒田総裁は、多くの国民の今の生活状況を理解した上で言ってる？絶対言ってないよね。おそらく国民の今のリアルな実情を知らない上で物申してるはずだよ。分かっていたらあんな発言しないはずだし。ほんとめちゃくちゃだよね。ちなみに今回の黒田総裁の発言に関しては、次のような多くの批判の声が上がってるんだよ。ひろゆき。日銀総裁、家計が値上げを受け入れている。どういったデータを元に言ってるのか知りたいです。中央銀行総裁が願望を事実のように言い始めるのはやばいと思うオイラです。てゆんた、ひろ。コロナの行動制限でみんなお金貯まってるやろ。家計が値上げを受け入れている間に賃金を上げてね、という日銀総裁が、78歳。その賃金に関わってる経団連の会長が71歳か。ほんならそこいらとお話ししたり、国の予算案作ってる内閣の平均年齢は 62.4 歳。へえ。スムブ服。議員もそうだけど、おじいちゃんたちはもう引退して若手と交代すべき。高齢でそれなりの地位にいる人は庶民の感覚わからんやろ。飯山あかり。どんなに値上がりしようと、食料品やら生活必需品を買わざるを得ないことを、家計が値上げを受け入れているとは言わんわな。お給料の中でやりくりしながら、頑張って生活している一般庶民のこととか、心底わかんないんだろうな、この日銀総裁様は。井上純一。国民が黒田総裁を責め、政府がそれを煽り、値上げに持っていって、そして、運が良ければ円が上がり、しかし、利上げで経済が停滞し、国民がもっと貧しくなる流れが辛い。責めるとこが間違ってる。何も対応しない政権を責めるべきなのに。闇の熊さん、世界のネットニュース。いや、受け入れないってことができるのか？黒田総裁は、一度国民の批判の声すべてに目を通すといいよ。まあ黒田総裁以外にも、
多くの政治家も黒田総裁と同じような考えだろうからね。お偉いさん方は今の国民のリアルな実情を知るために批判の声すべてに目を通すべきだと思う。だってあまりにもずれてるから。でもネットの声にあるように高齢の方々はもう引退して若手にバトンタッチすべきだよ。高齢でそれなりの地位にいる人は庶民の感覚なんか絶対わかんないんだから。そんな人が経済を回そうとしたところで国民と感覚がずれすぎてるから絶対うまくいくはずがないんだよ。だからこそ若手にバトンタッチするよう切に願います。しかし今の上記を逸した値上げラッシュめっちゃ苦しいよね。